コンクリートの板の下に何本かの鉄筋が入っています。その位置と錆の程度をコンクリートの上から探ります。1本目はこの位置、2本目はここ、そして3本目、錆の程度はご覧の通りと判定しました。正解はどうでしょう。すべて当たっています。ニムスが開発した小型のセンサーシステムが非破壊で内部を見透かします。非破壊検査に用いたのは磁気センサーの一つ、磁気インピーダンスを使った MI センサーです。仕組みはとてもシンプル、手作業で作ることもできます。導線を極細に巻いてコイルを作ります。その中に鉄のアモルファスでできた直径 0.1mm の線を通すだけ。こうやって組み立てたセンサーをニムスが新開発した制御回路に取り付けます。このセンサーが内部を探る様子を詳しく見てみましょう。先ほどの実験です。錆具合の異なる3本の鉄筋を用意しました。その上にコンクリートの板をかぶせました。検出の様子を真横から見てみます。鉄筋に近づくとグラフが下に伸び、鉄筋の真上で折り返します。ただし鉄筋ごとに異なる角度にグラフが伸びています。この角度が実は鉄筋の錆具合を表しているのです。グラフの詳細を見てみましょう。縦軸が鉄筋の存在を、横軸が錆の程度を表すようになっていたのです。さらにこの磁気センサーはイメージングで内部の様子を描くこともできます。ひびの入ったチタンのブロックを用意しました。これをセンサーの下に置き、見えないように蓋をしてからスキャンします。画像が出てきました。2箇所ある亀裂は実物とぴたり一致しています。しかもこのセンサーは非常に高い解像度を持っています。磁気インクを使った印刷で知られる千円札の上に紙を置き、2つのセンサーで測ってみます。従来型のホールセンサーとニムスが開発した MI センサーシステムです。まずはホールセンサー、画像が出てきました。得られた画像では紙の下に何があるのか分かりません。新開発のセンサーシステムで同じ場所をスキャンします。画像が現れます。インクの微弱な磁気を感知して線の文字をはっきりと描き出しています。 MI センサーと独自に開発した制御回路により、従来は不可能だった高い感度と高い解像度の非破壊検査をNIMSはシンプルな装置で実現しました。